Next to the stage, let me welcome Taro Yokoyama good evening everyone. I'm grateful for this opportunity. My name is Taro Yokoyama. Um, I will talk about um, dementia experience virtual reality I'm sorry my English not good um, I, but I will talk about, uh, introduce, uh, uh, sorry, I will introduce this、uh, technological innovation is very wonderful. I'm、um, so I speak Japanese. <笑><笑>私はあの自己紹介しますが、8年前までは腫瘍内科医として、えー、治験や臨床試験を行ってました。その後、えー、緩和医として症状緩和を行っていたんですが、その中、 やはりがん患者さんもしくは患者さんのこれからどうするのかやるもよしやらぬもよしこれからどうしていくのかという意思決定にこだわるもしくは大事だと思うようになりましたしかしこの超高齢社会における日本において医療者だけで意思決定をしていくことは難しいまたこの医療者という確一的なる集団が 医師決定をしていくということは質的にもこの多様化した日本においてはもしくは世界においては難しいんではないかそういったことで医療者と医療者以外が一緒に意思決定支援をできる場そんなものができないかということで社会活動として、えー、いろんな活動をしています。 で、が、ま、ん、あの症状を和らげるもしくはがんを小さくするだけではなくて患者さんの人生を良くするそんなことをしていくそんな社会的処方ができればなと思い、まあ、インリゴクリエという団体を立ち上げ現在は中学生高校生に対して医療の現場緩和ケアベッドの改新や在宅医療を見ていただき課題を抽出しそれで その中学生や高校生が明日からできることは何かなんていうものをグループワーキングし社会活動を一緒にしていくなんていう活動とあとはこれは最近決まったんですがその意思決定支援の場として日本に1万4600箇所ある公民館を徐々にリデザインしていこうということでそのモデル公民館として医療者と医療者じゃない人が病気を持った人とそうじゃない人が。 当事者とそうじゃない経験者と経験じゃないいろんな人たちが集まる場を作っていこうとそういう公民館活動を行っています、まあ、その結果僕が考えていくその未来像には PSR、まあ、これ造語なんですけどパーショナルソーシャルレスポンシビリティ企業に企業の社会的責任コーポレーションソーシャルレスポンシビリティがあるように個人にもそれがあっていいんじゃないかでそれを私たち医療者が風邪をひいた時や 家族の病状説明をするときにすることができれば社会,活社会も少し良くなっていくんじゃないかという気持ちで行っています。でこれを行っていく中その一番大事なのは当事者意識を持つことこの無意識から意識に当事者意識をすることは健康日本21の結果からもすごく難しいということが分かるそんな中私がいいなと思ったのがこのバーチャルリアリティですただこのバーチャルリアリアティで 認知症という症状を体験するだけでいいのかというとそうではないと思ってます。まあ今回このシルバーウッド下川さんが作っているこの VR がいいなと思っているのはこういった概念があるからです認知症が問題なんじゃないこの認知症になってしまった人たちがなった人たち認知症の人たちが暮らしにくいこの社会だとかまあ私たちが問題なんだまあこういった感覚がすごくいいなと思うようになりましたで まあちょっと具体的じゃないので具体的に少しどんなところで僕はそれを感じたかというとまずこれの方はこの方は,あのあこの方はそのシルバーウッド社が作ってる銀木星の中で住んでいる一人の認知症の男性なんですけれどじゃあこれ徘徊なんですかいや違いますよね散歩なんですでこれシルバーウッドもしくはこの銀木星の世界観というのはここにとどまることなくよく見ていただくと 彼歩行これなぜかっていうと彼はその銀木製の中に駄菓子屋があって子どもたちが集まってくるとその駄菓子屋の店長として働きに行く部屋にいた彼はその銀木製の人たちに「子どもたち来てるよ早く来て」って言われると役割を持ってるその役割を持った人間っていうのはやはり歩行器があ、まあ、中にはいらなくなる人も出てくるこれは素晴らしいなっていうふうに思うようになりました。この写真 まあ見れば分かる通り VR を中高生が体験してるんですけど、まあ、これ何をしてるかっていうと確かに予防は予防で大事なんですけれどすごく大事なのは、まあ、これ予防って言われて当事者どういう気持ちなんだろうそう思うと、まあ、この認知症体験をするこの中高生たちは何をしてるかっていうと、えー、認知症体験あ認知症予防を、えー 認知症予防という言葉を発してしまうことをまあ予防するそんな写真なのかななんて思ってます今日この VR を5台ほどお持ちしましたですごくあの私もがんがんの医師として初め認知症を見るのが怖かったでも今じゃ全く怖くなくなってるこの素晴らしいあのテクノロジカルイノベーションをぜひ体験していただきたいと思うのでこの後外に置いてありますので体験していただければと思います最後にやっぱり僕が一番言いたいのは、まあ 病気とか、あとはその障害というものが問題なんじゃない。やっぱこの病気や障害を持った人が住みにくい、この社会が、もしくは自分たちが問題なんじゃないかと。そのためにこう PSR というものを育てられるような社会的処方のできる意思になっていきたいと思います。私の発表は以上です。